こんにちは、サニオシアキホです。今回はキャンメイク縛りメイクをやってみました。高校生の時めちゃめちゃ使ってたキャンメイクで縛りメイクをしてみたので、よかったら見てみてください。ということでスタート、始めていきます。じゃあまずベースからいきたいと思います。ベースは日焼け止め効果があるやつを使っていきたいと思います。マーメイドスキンジェル UV の02番っていう、ちょっと白い方かな、こんな感じの白い方を使っていきます。これね、すごい白くなるし、めちゃめちゃなんかこう、これで UV ケアもできるならおすすめだなって思いました。さっきよりもちょっとだけ白くなったかなと思います。次がこれめっちゃ良かったよ、このポワレスエアリーベースっていう、これめっちゃいいからすごいおすすめする。ほんと指の先につけるぐらい取って、毛穴が気になるところにつけていきます。乗せていきます。鼻とここかな、私はにつけます。鼻はどうしても気になるよね、やっぱね。これ鼻はこうくるくるして、うん、こんな感じ。わかるかな、ちょっと近くやりますね。そう、あんま変わってないように見えるけど、なんかサラサラなの、本当に。テカルとかもなくて、本当にただサラサラに仕上がるし、この後にね、パウダーを乗せるんだけど、パウダー乗せたらめっちゃ感動したから、これすごいおすすめ。なんか、下地塗って、これ塗った後に、ファンデーション重ねてみたりとかするのもちょっとやりたいなと思ってます。で、この、コンシーラー。カラーミキシングコンシーラーの1番っていう、ちょっと明るめの色を使っていきます。最初にちょっとこの真ん中の色を取って、クマのところにのせていきます。あ、でもこれちょっとだけ良くなるって感じかな。で、その上から一番明るい色をのせます。なんかね、割とね、こう隠れるっていうか、すごいなんか自分の好きな色にこうできるからいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、気になるところにこう真ん中の色を乗せていきます。口角くすんでると若く見えないらしいから口角塗ります。でもね、いい感じに隠れると思うし、綺麗に見えるから、私はね、ちょっとクマがひどすぎてあんま隠れないんだけど、でもこれはまあ薄くなった方だと思うのでおすすめです。自分の好きな、そのなんか組み合わせっていうかミックスもできるからめっちゃいいなと思いました。次、キャンメイクといえばこれっていう商品です。私的にはね、どうなの、みんなもそうなのかな。じゃん、マシュマロフィニッシュパウダー。これはね、高校生の時から使ってる。なんか2個目かな ?2、3個目かな、ちょっと使わなくなった時期もあるけど、結局これいいんだよね。そう、この、なんかこのベージュの色を使います。くるくるって取って、叩いて、余分な粉を落としてから肌にのせていきます。なんかこう、今日ちょっとめんどくさいのメイクするのみたいな日とかは、その、こういうカラーベースみたいなのがあるんですけど、よくエチュードハウスのカラーベースと合わせるんですけど、カラーベースとかそういうなんかファンデーションじゃないやつの上からパパパパってやって終わりにしたりします。はい、こんな感じですね。まあ、仕上がり自体はすごいなんかふわってして綺麗に仕上がるからいいかな。おすすめだと思います。眉毛いきます。眉毛はちょっと気になったのがあって、この 3-in-1 アイブロウ。ってやつの2番の色を使います。これがね、めちゃくちゃ描きやすいね。なんか自分的に眉毛の存在感はそこまでいらないのよね、顔に。だから、なんかこう、薄い色で仕上げたくて。なんかこう、上は描くんですよ。ちゃんとしっかりめに。しっかりめっていうかな。上は、こう、形を、こう、整えるっていうか、描くんですけど、下はあんまり描かないようにします。ここ、眉毛の真ん中からこっち側を描くんですよ。ペンシルで。だけど、眉毛のこっち側からこっち側は描かないようにしてます。で、こっちも。めっちゃ描きやすくて、本当に細いのよ、これ、芯が。めっちゃ細いから描きやすいよ。しかもこう弱い力でさっさってやって、本当に毛一本一本描いてる感じで描けるから、めちゃめちゃおすすめです。こんな感じかな。こっち側に、こう、ついてるから、これで、パウダー乗せていきます。はい、こんな感じで。本当にさっさって乗せて、で、スクリューブラシで。ここを中心にね、ちょっとぼかしていきます。こっちの前頭だけ毎回うまくいかないんだよね。もう仕方ない、いいや。これでいきまーす。はい。でも、ふわってかけるから、すごいおすすめですね。かわいいよね。
はい、カラーチェンジャーグローの04番っていうね、めっちゃ明るい、なんかこんな色で使います。でもね、本当に私は眉毛の存在がいらないって思ってるぐらい、本当に眉毛薄めたくてっていうのがあるから、まあ割と明るめは確かに毎回使ってます。まあ、こんな感じで薄めにします。ハイライトはハイライターの HL01 番っていう色を使います。セザンヌのよりもの、パールブローハイライターだっけな、のなんかめっちゃ流行ったシャンパンゴールドかな、よりなんかまあまあまあ割とそんなに主張強くなさそうかなと思って買ってみた。これはまだつけてない。なんかね、筆ちょっと使いにくそうかな。でもまあ細いとこだったらいいかなって感じです。これでここの乗せていきます。あ、でもほら高く見え、めちゃめちゃ綺麗じゃない、ラメ自体は別に普通に綺麗って感じですね。セザンヌのあの流行ったハイライトよりも使いやすいかもしれない。もしかしたらそんなギラギラじゃないから、わかる？ギラギラはしないから、まあ割と使いやすいかな。自然にツヤが出る感じですかね。あ、割とこれ使いやすい、私好きだなと思います。でチークを塗らないから、ここの C ゾーンを明るくします。どうかな、こうツヤって見える感じかなですね。鼻とかもすごいツヤツヤに見える。アイシャドウですが、今日はこれ使います。シルキースフレアイズの01番っていう色です。今日はリップをちょっと主役にしたくて、リップの紹介になっちゃうんだけど、リップがこれね、なんか店舗限定かなんかだったかな、わかんないけど、なんかね限定らしいよ。ちょっとわかんないや、限定かどうかすら。ステイオンバームルージュの19番です。この色がめっちゃ可愛くて、わかる？この濃いめ赤みたいな、こういう色なんだけど、え、めっちゃ可愛くて、リップ中心に考えたいから、リップから塗っちゃいますね。結構赤って感じだね。これつけすぎてるけど、うん、結構赤だね。これを邪魔しないように、このシルキースフレアイズの1番っていう、一番ね、捨て色がない使いやすい色を使っていきます。まず、この色を使います。これはアイホール全体に塗ります。こんな感じです、塗ると。はい。二重幅にこの色を入れます。はい、ちょっとつきましたかね。うん。いい感じかな。この、チップで、細い方でこっちを取って、ちょっと今日は下にこう全部、ほぼ全部、この辺まで、黒目真ん中まで入れていきます。はい、塗ると、下ま、真ん中はないように見えるけど、薄くつきました。こんな感じです。パーフェクトスタイリストアイズ19番の真ん中のラメを使っていきます。これも付属のチップのやつで全然大丈夫なので、取って涙袋のとこと、二重幅に乗せます。二重のこの、黒目の上に乗せます。こんな感じですね。で、今日は目尻だけラインを引きたいと思います。それに使うのがこのクリーミータッチライナー02番っていう色。繰り出したら戻んないから本当に気をつけた方がいいよ。こんな感じの色になります。これを目尻にピッピッってちょっとだけ引きます。本当にこんぐらい、なんか見えるか見えないかぐらい、ちょっと目尻長くするぐらい。すっごい描きやすいから本当にこれおすすめで、ここにちょっと入れます。ここかな、ここと目尻に入れました。ちょっと目がはっきりする感じですね。で、私が一番今回試したかったやつ、これ、リーウェイスリムシェードライナーってやつ。これで涙袋の線を描いていきます。なんかね、今ないじゃん、あんまり、まあ、あるっちゃあるけど、あんまりはっきりしてないじゃん。これを描いていきます。すごくない？すごくない？これめちゃくちゃすごくない？涙袋ボーンってなった。すご。こっちもやる。なんかすごい細くて描きやすいし、馴染む色だし、薄いから、調節しながら描けるから、そんなのめっちゃね、これは描きすぎたけど、なんかその一回でこうガッて出て描きすぎちゃったみたいなことはないからめちゃめちゃいいと思います。ちなみに二重線もちょっと伸ばしたいと思います。
本当にちょっと伸ばしたんだけど、わかりに、なんか自然だよね。すごくない？こっちはちょっと目がはっきりしてる。こんな感じかな？これはすごい。おすすめ。はい、ということで顔は完成しました。髪の毛をしてきます。はい、髪の毛をしてきました。ちょっとここね、ストレートアイロンで巻いてみたから、ちょっといつもより跳ねてて恥ずかしいんだけど、こんな感じですね。で、忘れ物をしてました。まつげはクイックラッシュカーラーロングマスカラの02番のブラウンを使います。繊維細くてすごく伸びて、でもダマになりにくいから、すごいね、割と使いやすいと思います。なので使ってみてください。こんな感じですね。ちゃんと完成したら、はいはい、ということでこれが私のキャンメイク縛りメイクです。いかがでしょうか？よかったら参考にしてください。今回も動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、コメント、あとグッドボタンお待ちしております。インスタグラムは下の概要欄の方に貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで、おしまい。バイバイ。またねー。